チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯は鶏ももの生姜炒め、レンコンの酢の物と、椎茸のマヨチーズ焼き、ちょっと食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯いただきます。食べましょう。なんか疲れた今日は。食べましょう。いただきます。鶏ももの生姜焼き、生姜効いてる。美味しい。なんかね、生姜熱入れてない。焼き上げて、タレで味付けて、最終火止めてから生姜入れてささっと混ぜて、生姜は熱入れたらダメやねんて。100度超えると一気に成分が、パワーが落ちるやつで、だから熱入れへんかって。あ、椎茸うまい。これ舞茸もあんね、この辺に。これ舞茸。あ、舞茸うまい。これね、七分月と、七分月が3合半。で、玄米が、0.5 合。ちょっとだけでもいい。ん？舞茸。そんなこと言わんね。なんか面白い。生姜はね、すりたてが一番やねんて。すって3分以内に食えて。もう3分以内経ってるけどね。サムネ撮った間に3分だったけど。じゃあ、後かけの方がいいの？後かけの方がいいの。風味すごいね。熱入ってるから。うまい。倦怠感が半端ない。しんどい。
でかっ。どこで食えんの俺。どちらから普通の素材。いやいや、黒どちらから素醤油や。黒素材。温泉温泉の味ね。温泉の匂いの味。あの薬湯、うん、普通に味噌とだし、いつものだしと酒しか使ってないよね。うん、もうした。黒毛和牛やろ。黒毛牛アメリカ産。アメリカ産の黒毛牛、うん、黒毛の日本じゃないですね。アメリカで黒毛牛ってわざわざ言わないんだ。本当に牛ってだけじゃん。スタミナ太郎ですか。見たことないよね。スタミナ太郎にあるの、うん、これスタミナ太郎潰れてから全然いけてないね。なのになくなってん。スタミナ太郎あれやろ、食べ物で唯一遊んでる場所やろ。ん、唯一食べ物で遊んでいました。唯一な、もう遊ぶためにやね、うん、食のテーマパークや、うんうん、あれ、出向生のスタンバや、うん、アイスやから、うん、仕方ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、すりたて鶏の生姜焼き、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。